送って前にごめんなさい、めっちゃ遅れました。ありがとうグッドモーニング、ありがとうございます。やばい、すっぴん感半端ないまあすっぴんなんですけど、すみません。もうちょっとリップ塗ろうかな。やっはー、ちょっともうちょっとリップ塗るね。ちょっと抗ってみる血色感あれば抗えると思ってる。いや、抗えなかったダメでしたけど、でもまあまあまあ、しゃあない。スピンで始めた私が悪い。はい、今日もおでこもっちゃんで失礼します。こんばんは。お、28日、昼夜ありがとうございます。またシマウマの服着てる。そう、そのなんかね、シマウマの服ね、2着あって、色違い2着ありまして、最近それしか着てないここだけの話、それしか着てないです。お、28日夜行く、嬉しい、ありがとうございます。髪の毛サラツヤ、ありがとうございます。そう、ナン食べました、ついについに念願のナンカレーを食べました。とってもとっても美味しかった。なんかインドカレー屋さんっていうの、インドとかネパールの、あ、待って、ナンカレーの写真にもシマウマがちらり。え、お母さんじゃね、それだ、違う、萌の自分の服写った、あ、マジ、自分の手が映ってたのか。あ、そうだそうだ、自分の手映したわそうだそうだ、自分の手を映した、その自分の手の服だそうだ、確かにちらって見えてましたねこれはもう完全にあのレッスン着として買ったやつです。ここ毎週もっちゃんにあるの嬉しい、嬉しい、ありがとう、会おうね。そう、めっちゃ大きくて、そのナンが、ナンの大きさをこう写真で表現するにはどうしようかと思った結果、手と比べてみたんですよ。わかった、あの大きさすごかった、こんな感じで。もなんかね、本当に美味しくて、ちょっと語っていい、ナンの美味しさを、まあ、語るねね、なんかもう焼きたてをいただいたんですけれども、あのまずもちもち、あのもちもちで、なんかパンかと思うくらいで、あのすごくね、小麦の甘さなのかな、すごく甘い味がして、で本当に美味しくて、スイーツかと思うくらい美味しくて、でもあのカリカリの部分もあったんですよ、あの焼いてある麺ね。だからもちもちの部分と香ばしさ、焼いてあるその香ばしいパリパリの部分と、もう最高。なんかね、1枚で2度3度美味しいって感じでした。チーズナンもね、迷ったんだけど、でもやめといた、普通のノーマルナンにしときました。そうで、その甘さとカレーのスパイスのピリッと効いたカレーとの相性が抜群で、もう最高でもカレー私ね、ちょっとちきっちゃってちょっと怖かったんだよ、辛すぎたらどうしようと思って。であのなんか辛さ控えめみたいな、なんかね数値があって、ゼロっていうところのにしたんですよ。でもそんなに辛くなくって、あ、そんなになんか本当に辛くなかったから、いやもう一個ピリ辛にしとけばよかったなって食べてから思って、そう辛さ選べました。キムチ鍋につけると、へえ。ラッシーは飲みませんでした。ラッシー実はまだ生まれて飲んだことがなくって、ラッシーなんかね、私ねジュースとかあんまり
飲んでこなかった人なので、その飲み物に対する好き嫌いが結構激しい人なんですよ。お茶が水みたいな感じの人なので、ちょっと挑戦できなくて。美味しいらしいよ。そうなんだ。オッケー、飲むね今度。コーラも飲めない、あのシュワシュワ飲めないんですよ。え、ラッシーってシュワシュワなの？え、ラッシーはシュワシュワじゃない。名犬ラッシーは知らない。何ですか名犬ラッシー。あ、違う、ラッシーは違うんだ。シュワシュワしてない、なんか牛乳みたいなやつじゃなかったっけ。気のせい。そう、あのナン一つ全部食べましたよ。薄いヨーグルト的な、飲むヨーグルト、ヨーグルト系。へー、じゃあ好きかも。いや、わかんないけど、安田ヨーグルトの飲むヨーグルトが一番好きです。それを想像していったらまた違うんだろうけどね。薄いんだ。え、わかんない、全然想像つかない。我が家は辛いの大丈夫です。パパは苦手だったかな。お母さんと思えば得意な方だと思う。そうなんだね。コーラもね、飲んだことないんですよ。コーラ18年間生きてきて飲んだことないんだよね。飲んだことないっていうか、飲めない。カレーは中辛派。わかる、萌もカレー中辛派。確かにラッシーちょっと飲んでみたいな。わかる、私ね、コーヒー牛乳好きだよ。コーヒー牛乳は好きなの。でもコーヒーは得意じゃないんですよ。牛乳単体でもそんなに、この自ら選んで飲むほどでもないんですよ。すいません、こうちゃんのくしゃみです。くしゃ、そうだね、くしゃみくらい出るよね。こうちゃんでもちょっと静かにしようかね。そうだね、うん、鼻くすぐったいの。うん、そうなの。落ち着いた？まだ落ち着かないね。もう今ね、へそ天になりかけてます。あ、すごい犬とは思えないかっこいいな。くしゃ、そうだね。うん、あ、すいません、こうちゃんがそこでちょっとあのへそ天になって、こうなんか犬とは思えないリラックス方法をとっているので話しかけてました。そんな赤ちゃん言葉になっちゃうの。ねえ、聞いて、犬と会うとさ、赤ちゃん言葉になるよね。見せたい、本当に見せたい。犬じゃないもん、本当に。完全不明、本当に野生忘れてるから、うん、ブルブルするよね。うん、赤ちゃん言葉になっちゃうから本当にやめたいよね。犬バカなのがバレる。お、いいね。食堂辰巳さん行ってきましたか。穴子天丼食べたい、めっちゃ美味しかった。そうだよね、お腹見せてくれるのはあの信頼の証拠ではあるんだけど。犬って思うよね。犬なのかい。そう、大型犬めっちゃ可愛い。なんか小型犬も飼ってたことはあるんですよ。でもあのその後ずっと大型犬、私が10歳の頃かなに亡くなっちゃって、それから今までずっといっちゃんとこうちゃん中型犬と大型犬だったから、だからもう大型犬のサイズ感に慣れてるから、ドッグランとか行って小型犬見たらなんかもうちっちゃすぎて、あの触れ合い方忘れてるんだよね。わからない。たまにおっさんみたいな座り方、それね、いっちゃんね、なんかね、あぐらかくみたいな座り方するの、すごいよ。なんかおじさん座りするんですよ。だから多分中におじさん入ってんじゃないかなって思う。
いっちゃんもこうちゃんももしかしたらあのどっかにチャックついてるかもしれないなってずっと言ってます。実は仲間か。まさかのハムスターとウサギ、かわいい。待って、もうね、ハムスターは飼ってたことありますね。ウサギは友達が飼ってたな。こっそりビール飲んでるかも。夜中にね、人間が寝てる時にね。それ絶対そうだよね、きっと。こんだけ人だったら、そう、なんか犬あるあるかもしれないんだけど、なんか都合のいい言葉は日本語理解するんですよ。自分に都合の悪い日本語は理解してないふりして、聞こえないふりしてプイってするんですよ。なんかそれこそなんだろう、なんか可愛いねとか、なんていうの、自分にとっていいこと、こっち来たらこれあげるよとかって言ったら素直に入ってくるし、素直に従うんだけど、なんかもう帰るよとか、例えばその公園とかドッグランに行ってもう帰るよとか、自分にとって嫌なこと言われた時は聞こえないふりするんですよね。すごいよね、絶対日本語理解してるってと思うんだよ。そんな都合のいい耳が欲しいですよね。そう、わかる。何って感じの顔するんだよね、本当に。子供と一緒、リス飼ってた。へえ、すごい珍しいリスね。かわいい。お手とお座りはするけど待てはしない。めっちゃ面白い。お手とお座りは従うんだ、でも待てだけはしないの。かわいいね。いいですね。そうそう、こうちゃん、ちょ、何言ってもわかんないですって言いながら聞こえないふりするんだよね。なになに、今日は長岡で野菜炒めのデカ盛り完食した。いいな。そう、なんか最近なんだっけ、大宮食堂さんであれじゃないですか、確か。そのなんかさ、大盛りの漫画に書いたような、そうだよね、あるよね。そのお店に行ってみたいっていう思いはあるんですよ。大盛りで有名ですよね。そうだよね、なんかそれこそインスタとかで見てみたら、こんなお椀にガチで、ガチのこういう感じで、なんか私の絵みたいな。私が描いたご飯くらいのご飯が持ってあって、ちょっと行ってみたい。でもやっぱあれかな、アイドル時代が終わってからの方がいいかな。ちょっと怖いよね、一回行ったらハマりそうだし。どうなんだろう、ちょっと行ってみたいと思います。かつてモフさんが行って完食してたの。へえ。ちょっとじゃあ私も行けるかしら。これもチキンって、ね、もう結構チキンだからさ。何でもね、ビビっちゃうんですよ。でも今日はチキらずにめっちゃお洋服買ったから褒めてほしい。行ってみたいリストに入ってるの？いいね。何着買ったか？上下セット2着、上の服、下の服、上の服、下の服、靴下、アクセサリーかな。結構私にしては買ったの。なんか一般的には普通なのかな、わかんない、わかんないけど、私にしてはだいぶ買った
方ですね。おしゃべり会、そうだね、おしゃべり会でも切れるかな。なんかね、ロケのお洋服にしようかなって今考えてて、そうそう、なんかおしゃべり会がないとさ、そのお洋服を買いに行くっていうのがあんまりなくって、そしたらロケで着る服がなくなっちゃってでちょっと買いに行ってみたんですよ。だからまずはロケかなって感じ。公演のアンコールで私服で、面白いね、みんな私服で踊るの、すごい。絶望の後でを私服でやるの面白いねとまたみんなに今日買ったお洋服をお披露目できるように頑張りたいと思います。さあ、でもね、なんか私服、なんかアイドルになってからそのお洋服もこうなんて言うんだろう、言ってしまえばお仕事の道具の一つみたいになっちゃって、お仕事の時に着るものっていう認識になっちゃったから、休みの日とかもう本当にこの格好なのもうジャージーみたいな、そう、めっちゃジャージでジーパン履いてスニーカーでみたいな。だからさ、休日に急に何かがあるってなると本当に大変めっちゃオフなんですよ。だから本当に休日は私に合わない方がいいよ普段本当にマジでジャージだから。お仕事始めてからお洋服の幅めっちゃ広がりました。そう、常に近所のコンビニスタイルだよ絶対休日に会いたくないな私だってジャージだよ。まあでも逆にいいかもね、いいのかわかんないけどすごいよね、休日もちゃんと可愛いお洋服を着れる女の子になれるように頑張る。できるのかな、そんなこと。あ、待って、なんかそれで思い出した、何で思い出したかちょっとわかんないんですけど、インスタグラムフォロワーさん2000人を突破しました。ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとう、ありがとう。そう、無事にかわかんないけど、ありがとうございます。なんか投稿もね、最初はずっと戸惑ってて、何あげようとかどれくらいの頻度であげようとかって考えてるうちに、投稿できるものがあるときはパッて投稿して、できないもの、あ、できるものがないとき全然投稿しないみたいになっちゃってるんですけど、でもこれからもちょっと自分のペースにはなっちゃうんですけれども、投稿していきたいなと思うので、ぜひこれからも見てみてください。そう、ちなみにあの固定ポスト、そう、 X の固定ポストも変えたんですよ。今まで、あの、その固定ポストに使ってた写真が制服だったんですね。で、それはあの、一応学生ですよアピールをしてみようっていうテーマがあって、制服にしてたんですよ。だからその卒業したっていうこのタイミングでちょっと変えとかなきゃと思って、で、どうせ写真変えるなら、なんかその時のてか一つ前の固定コメントに、あのメールとチャットの何リンクを貼るのを忘れちゃってたので、あのちょっと貼っとこうと思って、内容も変えて、で
写真も変えてって感じですね。しばらくしてみてもう2000、ねえ分かる、萌も2000人のさ、このピッタを見逃したの2002人になった時に見て、唐突だったが固定ポスト用だなって察した。おーありがとう。そうなのよ、超唐突でびっくりさせちゃったら申し訳ないなと思いつつ、急にね SNS 一覧表を投稿する、固定ポスト用にちょっと投稿しました。なんかその固定ポストに使うあの写真もなんか何にしようかなって、あチャットの写真は2001人でした、あごめんなさい2001人、2002人だと思ってた。2001人の時に私見ました。え惜しいめちゃ惜しいな、そう思ったら本当に惜しいな。そうで、その写真にしたのもあのインスタのアイコンもあれにしてて、なんかちょっと共通点持たせたら一致しやすかったりしなくもなくもなくもなさそうだなみたいな思ってそれにしてみました。なんかあの写真めっちゃ気に入ってる人みたいなあの写真めっちゃ気に入ってる人になってるんですけど、まあ、めっちゃ気に入ってるんですけれども、そう、 そういう意図もあります。え嬉しい、マジ美少女極めすぎてる、ありがとう、嬉しすぎる。そう、統一感を持たせておこうと思って、その通り、あのアイコンの美人さん額に肉とか書いちゃうんだよな、それはね記憶から消し去ってください。私も好き、よかったよかったよかった、嬉しい、萌も好きだったから、あの写真なんかカメラマンさんもあの写真がなんていうの、自分で自分を撮るときってこっちの顔見せがちなんだけど、あの写真はこっち側からなのね。でこっち側からの写真の中で一番いいと思ってくださっていたみたいで、だからちょうどなんかみんなの意見が一致してて嬉しい1週間後にまた書くのに、なんやで22日今日そうだねかかか書くの、本当に言ってる、本当に1週間後だね、ちゃんと綺麗に1週間、ちょっとまあそんな日が来るのか来ないのか。いやでも肉の日ねえ、最近焼肉食べたいんよ、めっちゃ焼肉食べたい、タンが食べたい、配信をするなら書かざるを得ない、そうだよね、ちょっと待って、怒るから行こうだってよ、みんな怒ってくれるってよみんな一緒に行こっか、タン塩、わかる、タン塩いいよね、公園で書くの最悪なんだけどマリナさんにおねだり、そうだね、マリナさんにおねだりしてみようかしら、一緒に食べに行こう、え待って、一緒にみんなで食べに行く、みんな焼肉会する、よっしゃ、ジョジョ園貸し切りでやったごちそうさまです、じゃあ逆におごってって、萌そんなにお金持ってないから萌とお肉を囲む会いいよね、やった、嬉しすぎるんですけど、でもジョジョ園行ってみたい、私ねジョジョ園行ったことなくて、なんかいつだったっけかな、去年のいな、何だったんだろう、周年公演かな、なんかのタイミングであのジョジョ園のお弁当を差し入れしていただいて、それでジョジョ園のお肉を初めていただいたんですよ、めちゃくちゃ美味しくて、でもそれっきりって、それがまた最初で最後なので、次は焼きたてをね食べたいなと思うんですけど、なかなかねビールもいいっすかとかねビールも、私未成年だからな、あんまりダメだよ未成年の前でお酒いっぱい飲んだら
ジョジョ園のタレ、へえ、ジョジョ園のタレ、ちょっとタレだけでもジョジョ園になってきますか。いいよね。今ママさんにお願いして OK 出るかな。ちょっと見せたかった今のスピード。OK 出るかな言ったくらいで。すごい、ものすごいスピードで罰をいただきました。はい、食い気味の罰をいただきました。残念でした。ごちそうさまでした。いいよね。もうでも、いや、幸せなんですよ。こう幸せに生きていけるだけで。はい。高校生でジュジュエンなんて、聞いても高校生じゃないからもう。卒業した、卒業したよ。まずは大宮食堂ザね。まずはちょっと大宮食堂、焼肉ライク、なんか話題だよね。焼肉ライク美味しいってよく聞きます。もうぜひ養いたい。ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひスタミナ太郎、待って、スタミナ太郎とかいいね。結局行ったことないんですけど、もうすぐ新潟駅に利休できる。いや、めっちゃわかる。なんか利休もできるし、てかそもそも私タピオカとかあんまり飲めない人なんですけど、なんだっけ、タピオカ屋さんみたいな、なんて言いましたっけ、ゴンチャ、そう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 、ゴンチャもできるんだよね。てんてんね、あー、てんてんもすごい聞いたことあります。焼肉てんてん、焼肉キングもいいよね。新潟駅で売ってる卵焼きサンド、あれ、あのさ、卵直売店みたいなところの卵サンドかな、食べたことある、あれじゃないかな、それかな、めっちゃ美味しいよね。新潟駅完全改修いつなん、わかる、それなってすごく言いたい。なんか今1階がすごいどんどんね、でも今日見たらめっちゃ結構出来上がってきてたんですよ。なんかね、それこそゴンチャもうほぼなんか明日にでも開くんじゃないかくらいに出てきてて、26日オープンなの、あ、そうなの、あと4日か。でもだいぶできてきてるよ。とりあえず25日に第2弾、あ、そうなんだね。なんかすごい1回もだんだんと、バス乗り場わかんなくなっちゃった。わかんない。めっちゃわかります。バス乗り場もう意味わかんない。乗れないもう。そう、続々とね、オープンしていって。物珍しいお店がいっぱいできますね。もう田舎から来た人には何もわかんないよ。何これ。これ、何言ってんの、何言ってんのみたいな。本当にね。バズタイムズで新潟駅特集、めっちゃいいね。なんか新しくなった新潟駅を巡ってみようみたいな、どこにどんなお店があるか見てみようみたいなね、最高やん。今週から伊勢丹で大北海道展、うわ、行くしかないやん。横断できないから不便、めっちゃわかる。それね、この前ね、母親と全くそれやったんだよね。なんか全く同じことやったんですけど、なんか私もあのさ、ビッグカメラ側っていうの、こっち側にいて、どっち側やねんってね、萌がこっち側にいたんですよ。でバス乗り場がいっぱいこうつらつらっとあって、母親こっち側にいたんですよ。でお互い、あなたどこにいるの状態になって、で私はこっちにいると、でもこっちにもう行けないから上で合流しようって言って、上って言って、でもそのままさ、二人別々のところから行くわけじゃん。まあ想像した通りかもしれないんですけれども、ですね、二人ともこう、まあね、方向音痴じゃないですか。どこの階段から上がったって言って、
あのこっちから上がったよみたいな、私こっちから上がったんだよねみたいな、私ちょっとパニックって、母親がこっちから上がったってことは私はあそこに行かなきゃいけないって、その風景はすごく思い浮かぶの、 あそこに行かなきゃだなっていう、ただそこに行くまでってどうやって行ったっけなっていう、すっごいすっごい頭をフル回転させて私が母親の元へ向かいました。母親には待っててもらった、その場で。でもお互い動いたら絶対すれ違ってるからどこって一生こうなるだろうなと思って、ちょっと母親ちょっと待っててって、私頑張ったよ。そしたらちゃんと巡り会えたので良かったです。ね、確かに横断できないのはね不便だよね。横断号ね。やだよね横断号。あれ地上波で流れたって思ったらすごくない？だいぶ事故だよねっていう。まあまあまあいいとしましょう。なんかそのお団子屋さん、江口団子さんの店主の方が最高ですねって褒めていただいたので、はい、滑ってなんぼなんですか本当に。5年後くらいにその映像を見て恥ずかしくなる、安心して、もう恥ずかしいから5年後と言わず、もう数ヶ月経った今が一番恥ずかしいから。リリカ様にダジャレ役取られちゃうよ。もうぜひ取ってくださいお譲りいたしますよ。最高ですね、そう引きつってた引きつってました、もちろん笑顔がこうなんかうんって、でもまあまあ私やえば、私もね歯並び実は悪くって、あれ私がさ NGT に入った時って歯列矯正してたよね、してたしてた、でだいぶ綺麗になってきた頃だったよね確か。そうなんかね、もともとすごい歯並びが悪くって、なんか歯が入りきらないっていういうね、顎が小さいらしくて、私なんか歯が入るスペースが狭いらしくて、なんか歯がめっちゃガタガタしてたんですよ。で私もこの剣士っていうの、刃かが怒って出てて、でもそれを綺麗に今は並んでるんですけど、でもね抜歯はしてないの、だからちょっと歯が出てるんですけどちょっと出っ歯なんですけど、今もマウスピースはつけてます。あ、そうだ、めっちゃ話変わるんですけどいいですか。あれこれってさ、待って言っていいのかな、わかんないか、あすいません、ちょっとまだやめとこうかなちょっと待って、わかんない、なんで言わない方がいいかもしれないから、ちょっとやめとこう、待ってあ、そう、みんななんかもさ、今ので刺した？ごめんねちょっと待って、今のなかったことにしときますか、とりあえずエッサの話をしましょうか。そうだそうだ、エッサがあるんですよこの後9時からいやちょっと隠しきれてないよね絶対、おっとっとっと、いやそうだね、ちょっとわかんないですけどちょっと待ってくださいね、ちょっとちゃんと発表されてからにしましょうかね。そうですね、でまたセーフセーフ焦り焦り、一応今耳赤いかもしれない、ね、そうさあのさあ話したかったことは動揺しすぎてるで、ね、話したかったことはその口からね、そのエサ恋さがあるってことをちょっと話したくて、そうそうそう、磯丸とみゆみゆさんと話してますよみたいなことを言いたくって、そう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 、はい、聞かなかったことはい、でぜひもう絶対にみんな聞いてねっていうことを言いたくって、はい、そのことをちょっと話変わるんですけどちょっと言いたくって、はい、ね、よろしくお願いします、ぜひぜひお聞きくださいね完全版は完全版はね、でもね、いやいや30分に45分とかそんなくらい感じかなと思ってますので、はい、ぜひお聞きくださいね、うん、うん、
声が裏返って思うよ、ね、ポストする準備は万端です。ありがとうございます。あのハッシュタグなんだっけ、ひらがなでエッサ、アルファベット大文字で NGT、 またはハッシュタグ FM775 をつけてつぶやいてくださいですね。オンエアで話した言葉めっちゃ覚えてる、すごい口が覚えてました。ハッシュタグひらがなでエッサ、アルファベット大文字で NGT、 またはハッシュタグ FM775 をつけてつぶやいてください。完璧、ぜひよろしくお願いします。リアタイできそうです、しようかなと思います。完璧。なんとかなんとか立て直した。はい、まあ、え本当にいつのいなんか、えみんなってさ、え何どういう感じで言ってたんだろう。中間発表とかってある前からもうさ言ってたのかな。いやもう話を盛り返すなってことだよね、すいません。ラジコって1分以上ラグがあるのよね。そうそう、わかるわかる。なんか私聞いてるのもラジコだったっけか、ラジコだよね。ちょっとずつねずれてるんだよね。ね、そうそう。ちなみに私さ、ラジオの時さ、まあ、普段から滑舌悪いんですけれども、決めた時に決めましたって、あそうなんだ、結構出ます言うてた、あそうなんだ、何のことか知らんけどね。そうそうそう、何のことか知らんけど出る子は結構出るって言うんだよね。で何のことかちょっと分かんないんですけど、そっかそっか、まあまあ私はちょっとまだあれですね、ちょ何のことか分かんないので言わないんですけれど、はい。頭かゆい。ね、なんだろう、ちょっと分かんないんですけどね。何だったっけ、そうちなみにね、鼻かきだったら、ちなみにね、もうね何も隠せてないし、何今ちなみにねの後に話そうか、そうそう靴買ったのはもうおかしい。もっとね話すべきことがあったんだけど、今日はね多いお茶を買いました。そう、多いお茶のちっちゃいボトルねを買って、ね、飲みながらね帰ってきました。今日お散歩日和でね、今日朝起きてね空腹ウォーキングに行ってね。そう、空腹ウォーキング、もう今日はねウォーキング日和でね。わかる、それめっちゃすごいことだよね、多いお茶を買ってね飲みながら帰ってきたってね。もうね特大ニュースだよね本当にね。それすごいいいよね。そう、もう多いお茶を買うってとこも今日天才だなって思って、そう今日の今日のもうの口癖天才なんだよね。カレー食べた時から天才だねこれはっていう言葉がもうすごい、もう口癖で、何も食べて、わ天才だわこれって言って、カレー食べて、わ天才だなって言って、でなんか今日お洋服買ってきて帰ってきてもう一回見たんだけど可愛すぎて、いや天才だなって思って、天才だなってずっと言ってて、今日の口癖は天才なんですよ。だからみんな天才って言って。今日天才ね、本当にどうしよう。ジーニアス。英語でいやいって問題でもないんですけど、そう、今日天才なんだよね。お疲れ様です。動揺する天才ですね。どうしよう。で、ね、何を話したかったかっていうと、そう、私そまだ今日ねやることいっぱいあるんですよね。あ、もっと重要なことかわかんないんですけど、思い出した、今日ねやることあるから30分くらいで終わろうって思ってたんだった。聞いてもう42分、ウケるよねって話だよね。え、前の配信っていつもこんな感じだよね。もうここまで来たらもうさ、あそうそう、あともっと重要なことが、エッサの告知を X でできてないから X でしようと思うから、9時前には絶対に終わりたいっていうこと、
あ、じゃあ45分になったら壇上読もうかな。え、それめっちゃ大事だよね。端末がこれしかないから投稿と配信を同時にできないっていう致命的な欠点がございまして。そうじゃあめっちゃ唐突、あと2分後に壇上読み始めますはい、じゃあこの2分何話そうかって話なんですけれども、え、待って、今日はさ、そのアディショナルタイム的な今じゃないこと言えないからさ、今のうちにもう言っとこう。何かあるっけ。ママさんにもう一端末お願いしたら OK 出るかな顔芸付きで出てたのでダメだそうですやだ、今の自分の顔うざかった、世に出しちゃった、すんごいうざい顔しちゃった、みんな記憶から消して、こんな女友達は嫌だみたいな顔しちゃった、スクショした、最悪、絶対に載せないで本当にもう、なんなん今日は、逃した逃して正解だから。めっちゃ可愛かった、ありがとう。もうみんな萌えのこの自己肯定感上げてくれるんでちょっと待って、自己肯定感上げてくれる天才です。もう今日は滑舌も頭も回ってないですね。固まって見逃した、嘘、固まっちゃった、本当に動いとこなんかそんなことしてたらね、こうちゃんにさっきめっちゃねため息つかれた、ゴーっていつもため息つかれます。友達にそういう感じの人いるのに慣れてます大変ですね、私みたいな変人ね、本当にすごい大変だろうなと思います。あの本当にいつも周りの人には感謝の気持ちでいっぱいです。で、なんだっけやばい、もう45分がね、そろそろお時間が迫ってきたということで、じゃあ、え、で結局さ、今じゃないよみたいなことないよね、もうね。とりあえず、なんか昨日も言ったけど、今週末、エッサコイサじゃないね、丸取りアップさんに出演させていただきます。ぜひご覧ください。って感じですかね。ということで、なんかちょっと意味わかんない時間もありましたが、まあ楽しく配信ができたということで、コーラ一気飲み選手権頑張って、何それ何それ、気づいたらいつの間に偉い選手権に出場することになってるんだけどまず一気飲みできないし、そのしかも飲むものコーラってもっとできないんですけど、まあまあいいとして、あの楽しかった、ありがとう。なんかじゃあ、なんかどえらい選手権に出場するっていうことが決まったところで、そろそろお時間なので、あの壇上読みをしたいと思います。楽しかった、いや楽しんでいただけて何よりです、私も楽しかった。ということで13位からいきます。10あ待って間違えた13位、スイバラの赤ティーさんさんさん、ありがとうございます。12位、亀仙人さん、ありがとうございます。11位、ただのキノコですさん、ありがとうございます。10位、おつぐピースさん、ありがとうございます。よ、OK、9位、ハイスノーさんさんさんでさん、ありがとうございます。8位、お茶とうまんさん、かくともつうまさん、ありがとうございます。7位、ビータキシさん、ありがとうございます。6位、まーさんさん、ありがとうございます。5位、ディーヤマさんさんさん、ありがとうございます。4位、ジェイハンさん、ありがとうございます。3位、セッテンガーさん、ありがとうございます。2位、サット大塚モーンさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです、ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。あ、スクショタイムしてない、どうしよう、ハート、あ、どうしよう、ハート、はい、チーズ、困った時のハートOK ということで、今日も一日お疲
れ様でした。天才ポーズ。今日の流行りの言葉は天才です。キラーンって感じでということで、明日も頑張ろうね。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。あ、おやすみなさいじゃないね、おやすみなさいだけど、エッサ聞いてね。そう、一番大事、エッサ聞いてね、この後ぜひです。またね。